ボストンガーデンはマサチューセッツ州ボストン市にあったスポーツ施設。1928年にボクシング界の大物プロモーターだったテックスリーカードによって設計、建造された。当初の名称はボストンマディソンスクエアガーデン。新しいスポーツ施設であるフリートセンターが完成した2年後の1997年に取り壊された。 ボストン地域交通網の通勤電車とアムトラックの駅であるノースステーションの上にあった。60年以上の間、ボストンセルティックスとボストンブルーインズの本拠地であった。ロックコンサートや様々なアマチュア競技の会場、サーカスやアイスショーの会場であった。また、ボクシングやプロレスの試合会場としても使われていた。また、政党の集会会場としても使われ。 1960年11月には大統領選に勝利したジョン・ F ・ケネディがボストンガーデンで演説を行っている。ガーデンの特徴の一つに大強行中に建設費の削減を狙って作られた廃材を利用したより奇細区の床がある。デコボコでボールが不規則に跳ね返る。この床はもともとはボストンアリーナの一部であり、1952年にボストンガーデンに移された。 フリー,イートセンターの完成に伴い、床は新しいものに変えられたが、以前のガーデン時代と同じような寄席細工模様のものが新アリーナでも使用されている。このアリーナを有名にしたのは、何と言っても、ボストンセルティックスが1960年代に NBA8 連覇を達成したこと、そして1980年代、マジック・ジョンソン率いるロサンゼルス・レイカーズとラリーバード、 率きいるボストンセルティックスとの対決の舞台となったことであろう。1928年に建てられたこのアリーナは1970年代からすでに NBA 最古のアリーナであったが、セルティックスの選手たちとその元コーチでありその後、ゼネラルマネージャーに就任していたレッドアワーバックは、本拠地のその古さを逆に地の利として活かす戦術を取った。よりき最古のフロアは、 痛みが激しく、木材の厚みが均一でないためイレギュラーバウンドが非常に多いばかりか、コートの端にはドリブルをついてもボールが跳ね返ってこない場所も何箇所かあった。セルティックスの選手たちはそうした場所に相手を誘い込んでターンオーバーを誘発させることをよくやったという。また、ロッカールームが狭くて汚いことでも有名で、エアコンやシャワーが壊れていることも多かった。そのような 地のりによってセルティックスはホームでの勝率は常によく、1985から86シーズンにはホームコートでは40勝1敗という記録を打ち立てたこともある。でさえもホームで39勝2敗だったまた、フロア以外でも予想外の事態が相手チームを襲うこともあった。1983から84シーズンの NBA ファイナル第5戦当日はいつもは 寒冷なボストン市は異常気象に見舞われ、5月にもかかわらず最高気温が36度にもなった。老朽化が著しく空調設備も万全でなかった。ガーデン内は42度以上の猛暑になり、暑さで倒れる観客が続出する事態になった。この事態を全く予想できていなかったロサンゼルスレイカーズのコーチ陣と選手たちは暑さのために明らかに制裁を書き、 この試合を落としてしまったことで第7戦までもつれた、挙句にシリーズに敗退してしまう。こうした、いくつもの事実や事件はやがて伝説化していき、ボストンガーデンの魔物と恐れられるようにまでなってきた。絶対に勝てると思っていた試合でここ一番になると、なぜか奇跡的なプレーが起こり、セルティックスが勝利を収めるケースが何度も起こったからだ。セルティックスは、プレーオフでも、 ボストンガーデンで行われた7戦シリーズの最終戦で敗れたことは2度しかなく、NBA ファイナルの第7戦で敗れたことは、ガーデンの時代には一度もなかった。この伝説に挑戦したのが、マジック・ジョンソン率いるロサンゼルス・レイカーズである。1983から84シーズンの最初の対決では、試合中の乱闘による集中力を欠いた戦いぶりや、 猛暑の影響もあって勝てる戦いだったと言われながら、第7戦まで持ち込まれ、結局敗退してしまうという屈辱を味わう。しかし、その翌年には、同一カードで再戦となり、マジック・ジョンソンの大活躍もあって6戦で、シリーズに勝利し、ロサンゼルス・レイカーズが、ボストン・ガーデンでは、NBA 史上初めて敵地で優勝を決めたチームとなった。その後、 セルティックスは1985から86シーズンには優勝を飾るが、これがセルティックスのボストンガーデン最後の優勝となった。1986から87シーズンには NBA ファイナルに進出するも、ロサンゼルスレイカーズに敗退し、その後伝説的な選手だったらリーバードが故障で満足に出場できなくなったこともあり、ボストンセルティックスの成績は、 次第に低迷していく。ボストンガーデンの魔物も打ち破られ、建物の老朽化も限界に達し、空調や照明、放送や各種表示装置などの設備も明らかに他のアリーナと比べて見劣りしていた。ボストンガーデンはついに1995年の NBA プレイオフの試合を最後に取り壊され、新アリーナに引き継がれることとなった。だが、現在のアリーナもそうだが、 NBA 最多の17回の優勝を誇るボストンセルティックスの本拠地は天井を部分に NBA 優勝、カンファレンス優勝、A 級決断などのバナーがひしめき合い飾るスペースがなくなるほどの相関差を見せていた現在の新アリーナでは21人もの A 級決断の選手たちのバナーを他のチームのように天井から1枚ずつ下げて飾る場所がなくなり3枚のバナーに 各選手たちの背番号だけをまとめて書き込んだ簡略バナーを飾っている。ありがとうございます。